い、どうも皆さん、マグニーです。 iOS をね、診断してくれるプログラムが Apple 公式のサイトにあったんです。今回情報を提供してくれたのは AppsJP、 AppsJP さんで見つけました。見つけたサイトのリンク貼っておくぜ。ということだそうなので、ではね、早速私も iOS 診断をね、やってみたいと思います。こちらご覧ください。ですね、アップルサポートでもください。こちらね、行けるリンクもね、貼っておきますから、そちらから皆様も行って、ちょっと診断ね、iPhone ね、故障してんじゃないかっていう方はね、やってみてください。まずは、今回はね、iPhone を選択します。はい。そして、一体どこに、問題が起きているのかっていうのをね、皆様ね、事前に、それは把握しておいていきましょう。じゃあ、ここではね、私、そうですね、この、バッテリー電源および充電っていうところでね、私の iPhone ね、よくね、頻繁に落ちます。なのでね、ここをちょっと見ていただきたいなと思うので、行きましょう。はい。で、その後、これ項目が出てきます。多分、それぞれに多分項目があるんだと思うんですけどね、今回このバッテリーのやつを、ね、見ていきましょうね。で、電源が入らないのか、電源アダプターが正しく機能しないのか、アプリケーションまたシステムが反応しないのか、電源切れない、終了できない、期待通りに起動しない、はい。なんか、予期せぬ終了再起動。これ行きましょうか。僕の場合です。iOS を復元するとこの問題が解決する可能性があります。これ直すには、これが一番いいぞっていうのをね、一応ここで入れて出してくれるようですね。これ復元できるわけないということで不明にして、そうするとこのように、2つあるんで、送信せずに続けるを押すと、このようにアプリのサポートの問い合わせに飛ぶんですね。このように、はい。これではないと。これではなくて、iOS 診断がしたいので、もう一度電源に行って、予期せぬ、同じように進めていって、不明にして、こっちを押してみましょう。そうすると、Apple からメッセージをお送りするので、メールアドレスを入れてくれということなので、普段使っているメールアドレスを入力いたします。送りました。メッセージを送ると、このように、Mac の画面ではですね、なんか、診断が進行中ですという風になっていて、で、先ほど登録したメールアドレスの方に、お使いの iOS 診断いたしますっていう画面出てくるんで、このね、下のボタンね、iOS 診断っていうボタンをね、タップしてみます。そうするとですね、このような画面が出てきますので、下の方に行くと、簡易テストと詳細テストっていうのがありですね。この簡易テストっていうのは、簡易テストの場合はですね、このデバイスのシリアル番号、そしてデバイス名、および1日あたりの発信記録などの、診断データを定期的に修正することの同意した後、みなされます。で、詳細テストをタップした場合はですね、さらに、アプリの使用状況データや、通話時間などの追加情報をアップルが収集する場合があるということを同意したとみなされるということですね。詳細の場合はかなりこのデバイスのデータが引っ張っていかれるような形でございますね。今回ね、この簡易テストっていうのをやってみたいと思います。そうすると、チケット番号の横に、チェックがつきまして、受信今日のこの時間となっております。そして、この簡易テストをタップして、端末の情報をアップに送ると、このような画面に、推移します。今すぐアドバイザーと話しました。これ電話ですぐに対応してくれる場合と。で、指定者に指示に出ました。欲しい。その後の、問題のないように適したサポートオプションをこの中から選択するということですね。はい。電話がするのか、持っていくのか、後日なのか。でね、右上の詳細を表示及び編集というところを開くと、はい、このようにね、自分の、ごめんなさい、シリアル番号をなんか隠しておきますね。これと、このように出てて、保証が効いてますよとか。で、内容は予期せぬ終了であったり、再起動であるということがね、ここに入るんですね。で、ここで、今回僕が、この、Apple に、送った問題は、この中の、直接ね、やり取りでないと治らないんですね。これだから、要するに電話してくれってことになりましたけれど。はい。こういう風なことができると。はい。iOS 診断ができるということですね。かなり自分の中の、iPhone の中の情報を相手に、Apple に送ることにはなりますが、それをもとにですね、Apple が最適なサポートをしてくれるっていう風なサービス、というかシステムでございますね。はい。このような形となりましたけれども、はい。皆さんもぜひよかったら、利用してみてはいかがでしょうか。はい。すいません。短くなりましたけれども。はい。それでは、チャンネル登録よろしくお願いいたします。このね、iOS 診断に関してまだなんか質問等あればね、下のコメント欄にください。iPhone の便利な使い方なんか貼ってきます。こちらも合わせてご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。